はい、おつです。ガトリング貴重すぎて草食パンそんな食わないんですよね、そもそも。かわいそう。H かわいそう。ドーベンかわいそう。マシマかわいそう。はい、わかる。やってるムーブやばいよな俺。ゼータ足相当いってるはずなんだよな。怪し壊れた。足壊れてる、ほら。はい、どうも、アレックスです。今回はアレックスレベル4に証拠りもなく乗ってきました。やっぱりレベル4といえば600コスト、600コストといえばアレックス。これが楽しいんですよね。おそらくレベル1アレックスよりも全然面白いのかな、個人的には。と思っております。前のね、動画でも紹介した通り、金地系を1000枚ぶち込んで、このフル回収したという、このアレックスレベル4なんですけども、これがね、やっぱり、当初は後悔しました。1000枚ぶち込んで、こんなアレックスレベル4なんか、もう一時の気の迷いでやってよかったんかってめちゃめちゃ後悔したんですけども、1000枚です、1000枚、金地系。後悔したんですけども、今思うと、あ、やってよかったなと思う、趣行きたいですね。はい、ということで、アレックスレベル4ですね。これ乗ってるとよく放送中にリスナーの人から、これ、トリスタンで良くないですかって言われるんですけども、まあね、言いたいことはわかるんですよ。やっぱアレックスとトリスタンって、まあ、よく似てるって言われるし、かつね、武装構成も割と似てるんで、まあそういうところで言われてるのかなと思われます。お、ガトリング223出てますね。これ、効果力素晴らしいってことで、アレックスとトリスタンの比較ですね。まず、主兵装ですよね。主兵装で言うと、多分600コストにおいては、まあ、どっちが強いって一概には言えないですけども、近距離のトリスタン、まあ、中距離、遠距離のアレックスっていう感じの主兵装ではあると思うんですけども、使ってる感じ多分ね、アレックスの主兵装の方が総合的に見たら強いんじゃないかなとは思いますね。やっぱ、ノンチャがね 35% でバカバカ打てますし、一発 35% がな、夜消し溜まるんで、割とね、やっぱ使いやすいですね、ノンチャが。で、火力戻しやすいってことで、割とこのノンチャは強いんじゃないかなと思っております。で、次にガトリングですね。ガトリングに関してなんですけども、これはね、お互い長所が違うんですよね。トリスタンのガトリングについては、射程と、あとは、ヨロケチが、アレックスよりも強いですね。なんで、ヨロケに関しては、おそらく、アレックスよりも、トリスタンの方が、ヨロケチは、溜めやすいし、ヨロケを取りやすいっていうところがあると思います。逆に、アレックスのガトリングの方は、火力とリロード時間。まあ、これがいいですね。アレックスのガトリングって、レベル上昇値、レベルごとの上昇値がめちゃめちゃ高いので、レベル高ければ高いほど、まあ、ガトリングが強力になっていくっていう感じのステータスしてるんですよね。で、やっぱり基本的な火力で言ってもトリスタンよりもアレックスのガトリングの方が火力高いですし、かつアレックスの方が射撃補正が高いんですよね。格闘補正はトリスタンの方が高いんですけども、なんでガトリングに関しては火力で言えばアレックスの方がまあ強いっていうところと、あとリロード時間、これに関しては前の修正で修正された通りですね、リロード時間が短縮されましたっていうところで、お互いねガトリングって言ってもまあ利点が違うんですよね。で、トリスタンっていうのはやっぱり格闘が強力な機体なんで、どうにかね回避にとか、あとは主兵装とガトリングを生かして、余力を取って格闘につなげるっていうキャラなんですけども、この機体はね結構射撃で火力出す機体なんでね、割と武装は似てるんですけども戦い方は全然違うというか、まあ、そんな感じのねコンセプトなんで、まあ、一概にトリスタンとも言えないのかなと個人的には思っております。
はい、そして2回目の出撃ですね。中継地点がないので、拠点から降りました。味方もちょこちょこ減ってますね。敵がどんだけ減ってるか分かんないんですけども、1枚落としてますね。はい、でここにドーベンウルフにノンチャ当ててから、この下角なかなか強いですね。やっぱりノンチャとガトリングでエルケッチ溜めやすいので、ドーベンウルフに関しては割とね、あのメタ張ってるのかなと思いますね。これはトリスさんと同じ理由かな。はい、でここがフルノンチャして、おそらくで今ので4000ぐらいか。まあ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 、アレックスのやっぱフルノンチャが結構強い機体なんで、あれとね4000ダメージでお手軽に取れるっていうのは強いかなと思います。多分ゼッカイもねタイビー持ってると思うんで、まあ、それで4000出るんだったらまあ上等っていう感じですよね。はい、でね、アレックスの、ま、ガトリングなんですけども、やっぱり環境的にメタ張ってると思うんですよね。まあドーベにもメタ張ってるという話をしたんですけども、やっぱりこう対弾って持ってる人少ないじゃないですか。600ってタイビーは持ってる人多いと思うんですけども、そういうところでやっぱスノーステータス、スノー対弾のね、与えで勝負しなきゃいけない機体が多いと思うんで、そういうところでこのガトリングめちゃめちゃ刺さるんじゃないかなと思います。600コストで言うと、まあ対面で言うね、ベルテックスもそんなに多分対弾高くないし、確かあとはブラビですよね。強襲で言うとブラビも確か対弾10とかしかないんで、割とねガトリングが刺さりますね。バイアランカスタムに関してはね、まあ、ガトリングが刺さるっていうか、バイアランカスタムはやっぱりこうエロケ溜まると、まあ、正直きついんで、アレックスはエロケ溜めやすい方なんで、まあ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 落としやすい方だと思います、汎用機の中でも。かつアレックスのサーベルって確か2700ぐらいあるんですよ、レベル4になると2690いくつとかだった気がする。で火力はね割と高いんで、バイアランカスタム落とした後にも、バイアランカスタムってやっぱ体格盛らない人も割といると思うんで、そういうところで結構ねサーベルが刺さったりしますね。はい、起き上がりというか、まあ無敵乗った直後にはこのねガトリングが割と刺さる。 N 下して足にダメージ与えて、ノンチャ打てずに N しっかりと足に決めて、やっぱりねガトリングと B 台がね足に当てやすいんで、そういうところでサーベルも足に入れておくと割と足を壊しやすいんじゃないかなと思います。しっかり足を狙っておりますね。はい、でレーダー見てしっかり歩行で敵かわして足に当てたいが、今のはちょっと腕に当たった気がしますね。はい、でしっかり夜気を貯めようと思ったが、さすがにガトリングがない。回避でかわして、まあ、こういうところの生存能力が高いのがいいですね。アレックスは回避にと、あと足の速さ、あと600コストではね割と小柄なんで、そういうところで弾かわしやすいっていうところもありますね。はい、さあしっかり回避にを生かして、 C1 が前ブーしてきましたが、ちょっと怖いなと思ったら、飛行機飛んできたんで、これはしっかり落として、 C1 のノンチャ食らいたくなかったが痛いですね、なかなか。はい、まあ、ノンチャ3発当ててガトリングではなくて、ここはしっかり N したで、レーダー見たらもう一枚来てたんで、ここはヘイトを切りつつガトリングでしっかりと突撃。基本的にね、通撃寝かした後の通撃は、まあガトリングちょい N 下が一番火力出るとは思うんですけど、それかね、ビレ N 下か出るとは思うんですけども、まあ今のはね、やっぱ今みたいな場面、車線切りつつ火力出してって場面はガトリングがいいのか、ガトリングがいいのかなと思います。で今ねガトリングで通撃してたんですけど、今のはまあ変形で落とした後、落とした後はガトリングいっぱい入るんで、ガトリングの方がいいんですよね。まあこれがなかなか難しい。さあそして乗った直後のゼクアインに B 台一発からのガトリング勝負。さすがにゼクアインのガトリングには、まあ、ヨルケチ負けないんだろうってことで、ノンチャガトリングを垂れ流して後ろを見てたんで、ここ回避して。さあノンチャ、ノンチャ、あと一発だったが、ウェルテックスが来たんで2発当てざるを得ず、ゼータ来い来いって思ったが来なくて、ウェルテックスに落とされてしまいましたね。さあそして3回目の出撃ですね。おそらく点数的には1機分なんで、残り1枚倒せれば逆転なんですけども、まあミリいますね。で味方も全然体力あるんで、順当にいけば勝てるでしょう。だからガトリングとフルチャを最後ぶち込みたいんですけども、なかなかね、はい、打てるキャラがおらず、ドーベンがいたんで、ここ無敵でしたね。これはガトリング打つもドーベンは逃げる。やっぱりねドーベン的にはよろけすぐ貯められるアレックスと対面したくないと思うんですよね。相当きついと思う。なんか場合によってはねトリスタンよりもきつい場面もあるんじゃないかなと思います。トリスタンって正直あの B レイ外したらガトリングでよろけし貯めなきゃいけないんで、割とねきつい部分もあるんですけども、このキャラに関しては主兵装乱発できるし、ガトリングもねリロード早いんで、ドーベン的にはね結構寝かされずとも割と近くでねあのちょこ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 弾打たれるだけでもきついんじゃないかなと思います。ってことで、アレックスレベル4でした。なかなかねうざいキャラだと思います。そしてポテンシャルも割と秘めているってことでね、もう余談も非常に高いんで割と面白いと思います。ってことで、アレックスレベル4ね、まあ、なかなか面白いんで、皆さんも使っ、いやこれをおすすめするとね多分僕私殺されるんでおすすめはしません。ってことでアレックスレベル4でした。ありがとうございました。また次回もお会いしましょう。またね。